SCP-600。あいつ。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-600 はサイト17の15メートル ×15 メートル ×3 メートルの人揃いの家具が備わった E クラス室に収容されます。対象は2台のセキュリティ、カメラで常に監視されます。部屋は二重の補強ガラスのついた標準的な鋼のドアによって閉められています。収容室に入ったり、出たりするために特別な手順は必要としませんが、SCP-600 が研究者の後ろからついて収容から逃れようとすることがあるため、注意してください。SCP-600 を収容に戻すための簡単な叱責や命令は、この行動を減らすのに十分に有効であると証明されています。説明。SCP-600 は身長 1.7 メートルの人型の実体で、成人男性の平均的な身長と体重を持っています。対象は全体として身体的特徴がなく、顔貌、耳、爪、体毛、肛門と性器がありません。全身のスキャンを行ったところ、SCP-600 にはいかなる内部構造物もないことが判明しました。その代わりに、人間の筋組織に酷似した、未知の均一な密度を持つ物質から作られています。SCP-600 は食事を摂取せず、呼吸も行わず、排泄もしません。対象の年齢は判明していません。SCP-600 はそれを満たすべての人間にテレパシーにより影響を及ぼし、彼ら個人の表面的特徴を受け継ぎます。これは単に人の視覚に影響を与えているだけで、SCP-600 の実際の姿はカメラやセンサー、そして触れるだけでも明らかになります。確認された SCP-600 とその影響を受けた者の類似点は、表面的で大雑把なものです。しかし、それを見た者はなぜかどんな場合であれ、注目に値するか、不思議であるとの認識には至りませんでした。対象により模倣される特徴は、髪の色、肌の色、目の色、おおよその年齢、衣服のスタイル、通常の体格を含みますが、これに限定されるものではありません。SCP-600 によって模倣された衣服は全て幻覚であることに注意してください。動物実験により、人間以外の有機生物は SCP-600 と体が接触でもしない限り、対象を一切知覚していないということが明らかになっています。人間がいるとき、SCP-600 はその人物と会話をしようと試みます。その会話のレパートリーは制限されており、SCP-600 は天気や他の、雑談、などの平凡でつまらない議論や、食料上の問題について、まるで自身が同じような食料についているかのように装い、そこに居合わせた人間の共感を得ようとします。これらの議論には、その分野での適切な専門用語が数多く使用されていますが、ほとんどはただの明らかな意見と決まり文句だけからなっており、表面的な会話に過ぎません。より高度な会話の試みはその矛先をそらされ、SCP-600 が雇われているとする仕事についての深い領域での知識は示しません。人前にいない時、SCP-600 は不活性状態になり、数時間から数日の間、同じ姿勢で立ち、外部からのどんな刺激にも反応を示すことはありません。SCP-600 は大抵の場合協力的ですが、自身の担当研究員と話すときは落ち着きを失う傾向を示し、自分について第三者的に言及します。そして、しばしば、SCP-600 のこと、について語ろうとします。SCP-600 は自身を、ジョージ、と呼ぶように要求し、それを断られましたが、そのことに関しては動揺を見せていません。インタビュー 600E。 おはよう、SCP-600。 今日、我々はあなたの記憶力を試すテストを行う予定です。なあ、そんな堅苦しくなんなって。前に言ったろ、俺のことはジョージと呼んでくれって。私にはそれがいいことであるとは思えませんね。ああ、常に完璧で、プロフェッショナル。ところでさ、子供たちは元気にしてるかい？
は今はめちゃでかくなってんだろうな。それについてあなたと話すことはありません。今はあなたがこのページに載っている4つの写真を見てくれるか。ああ、そりゃいや、もう仕事に戻ろうぜ。なあ、お前は SCP-600 についてどう考えてる？彼は確かに奇妙だが、俺たちが今まで変わったものを一部でも見てこなかったわけじゃないだろ、はは。俺としちゃ、収容手順が少しいい加減だと思って。実験に集中してください。今、最初の写真で。彼の能力がミームだと思うか？それは、博士のチームが調査中だったけか？もしあなたが手元にある問題に集中できないのであれば、私はこの実験を強制的に中断しますよ。ああ、悪かった。ただ、こいつに興味をそそられてさ。仕事終わりにビールでも飲みに行きたくないか？いくつかお前に意見を聞きたいんだ。SCP-600 はどうやら、と深い関わりがあるんじゃないかって俺は思ってるんだが。この実験を終了します。